1948年5月14日、ダビド・ベングリオンはイギリスの委任終了の8時間前に国家宣言を発表しました。今からイスラエルはユダヤ国家の設立で宣言します。それはイスラエル国家です。だからふざけないで。自分を世界さえも変えてしまえそうな瞬間はいつもすぐそばに。隠せぬ苛立ちと立ち尽くす自分を見つめ、迷いながら悩みながら提供でお送りします。